パリ・ストラスブール線は、フランスの首都パリとストラスブールを結ぶ、幹線鉄道路線である。この路線は、パリ東駅、ノイジー・イコール・イコールセック区間で、パリ・ミュールーズ線と線路を共有して、主要経由地は、シャロン・アン・シャンパーニュ、ナンシーである。LGV 東、ヨーロッパ線の開業でこの路線の重要性は、旅客運送の部門で減少している。シャリフェール付近の鉄道橋、 パリストラスブール線は、ノイジールセク駅で、パリミュルーズ線から分岐する。列車は続いてマルヌ川を沿って、東の方向に走行して、もう、シャトー・ティエリ、エペルネー、シャロン・アン・シャンパーニュ、ビトリル・フランソワを経由する。ビトリル・フランソワ駅からこの路線は、ソガワ及びオルナン川の上流方向に続く。列車は、バールル・デュク駅を通過し、 コメルシー近くのムーズ川の鉄道橋を通過する。この路線はトゥールにあるモーゼル川上流に入り、その川と平行にフルアールまで伸びる。列車はムルト川に沿って上流方向に走行して、ナンシー及びリュネビルに至る。線路はサルブール駅から東に続き、サベルヌ近くでボージュ山脈の尾根を横切る。列車はゾルン川と平行にブリマトまで走行して、 そこで南に曲がり、ストラスブール中央駅に到着する。パリストラスブール鉄道のプロジェクトは1833年、すでに企画されて、路線経路は1844年に決定された。この路線は、パリストラスブール鉄道会社により建設、開通されて、鉄道会社は1854年に、東部鉄道の一部となった。1849年7月5日に、 パリ、もう区間が最初に、いくつかの区間が次々に開業された。1852年8月12日に、パリ・ストラスブール鉄道は、ナンシー・サールブール区間の開通を通じて完工された。アルザス・ロレーヌ地方が、ドイツ帝国に割上された後に、サレブール・ストラスブール区間は1871年新たに、 創設されたエルザスロートリンゲン帝国鉄道に管理されることとなった。現在ザレブールで列車の走行方向が左側通行から右側通行に変わるのがこの鉄道機関のシステムから由来する。1883年オリエント特急列車の運行が開始された以来、この路線は東部鉄道区間とエルザスロートリンゲン帝国鉄道区間を合わせて、 主な経路として採択された。第一次世界大戦の終戦後、サレブール・ストラスブール間は再び、フランス領に入って、アルザス・ロレーヌ鉄道により運営されていた。1938年1月1日に、フランス国鉄が創立されて、東部鉄道区間とアルザス・ロレーヌ鉄道区間が統合された。1956年12月に、電力供給設備が、 サレブール・ストラスブール区間で設置された。1962年5月22日まで全体の区間が電圧 25KV、周波数 50Hz で電化された。1961年6月18日、ビトリル・フランソワでパリ・ストラスブール区間の急行列車に爆弾テロ事件が発生して28人が死亡し170人が負傷した。 2006年 TGV 列車がこの路線に投入された。LGV 東ヨーロッパ線の建設過程でシャルル・グールネベル分岐点区間が複々線で改修された。パリ・ストラスブール鉄道では次の列車編は提供されている。ありがとうございます。